ファミリーコンピュータ、ファミリーコンピュータロボットファミリーコンピュータロボットは、任天堂の家庭用ゲーム機、ファミリーコンピュータ用の周辺機器の一つで、同ゲーム機と連動して動くロボットである。略称は、ファミコンロボット、ファミコンロボ。ロボット単体の型番は、HVC-012。1985年7月11日発表、同年7月26日発売。 開発者は横井群平。任天堂からかつて発売された周辺機器、光線銃シリーズの技術を応用し、画面上から送信される光信号を直接ロボットの目で受け、内蔵モーターによって動かすことができる。単独で動作することはなく、ファミリーコンピュータ専用ゲームソフトのブロックセットかジャイロセットを必要とする。ゲーム画面に連動させて、 ロボットを遠隔操作することが狙い。ロボット下部の台座周囲には5つのスリットが設けられ、ここに専用のモジュールを取り付けられる。腕は常に前方に突き出した形で、胸部と連動している。可能な動作は、胸部の垂直移動、水平回転、腕の開閉。これによりブロックやコマを操るといった動作をする。炭酸型乾電池4本使用。海外では、 ROB の名で発売されて、NES 本体、光線銃とのセット販売もされた。ちなみに、日本での配色は、ファミコンのカラーに合わせた赤と白の配色だが、日本国外では、NES のカラーに合わせて、灰色を基調とした配色になっている。日本向け CM には、プレイヤーキャラクター役として、漫才コンビ、西川のりお、上方吉尾の西川のりおが出演した。 ジャイロセットは発売と同年に開催された国際科学技術博覧会のコマゲーロボットから着想を得たものである。ゲームソフトとロボットに取り付けるモジュールのセット。プレイ前にテストモードでロボットの目線を画面に合わせる必要がある。ゲームにはプレイヤーキャラクターとしてヘクター博士、ベクター博士が登場する。またロボットへの命令送信時にはアップダウンレフトライトオープン。 クローズと6種類の合成音声を発する。発売当時としては、ハイテクな機能で遊び方としてもかなり斬新であったが、限られたファミコンのスペックでできることは限られていた。ことやゲーム性そのものの単純さもあって幅広くは受け入れられず、上記の日本以降対応ソフトが一切発売されなかったこともあり、同年発売のスーパーマリオブラザーズによる、 ファミコンブームを迎える前に姿を消していった。しかし後に、欧米へ輸出された際には、前日のセット販売など、日本以上の売り上げを残している。その後、しばらくは、知る人ぞ知る存在であったが、発売から15年以上が経過した2000年代前半から、様々なゲームに頻繁に登場するようになり、中には後日の、マリオカート DS や、 ダイラントースマッシュブラザーズ X のようにプレイヤーが直接操作するキャラクターとしても登場するようになった。メイドインワリオシリーズビューティフル上、ダイラントースマッシュブラザーズシリーズ、ニンテンドー、ファミコン用にロボット登場後信号で動作、新経体の遊び、ゲームマシン第266号、1985年8月15日、4面。エドワーズ、 レンジ、ジュービザールゲーミングアクセサリーズザットワー、エーウェイストオブマネー、ピークマグ UK、ジフ・デイビス、LLC、2020年4月21日閲覧、トイジャーナル1988年3月号、オンラインガイドスマブラ券、アンケート集計券ニンテンドードリーム2008年8月号、スマブラ X 兄弟券、ニンドリアンケート集計券、より、ありがとうございます。